はい、皆さん、マイドマイ毎ーはい、妙齢のお姉さんのカットだね。まあ、カットだって、まあ、よく来るお客様だからね、こちらね。毎月8時にね、まあ、ボブ系に蹴って、前髪のあたりレイヤー入れるぐらい。まあ、デスクほど髪の毛も多くないし、ちょっとくせ毛なんだよね。で、くせ毛で悩んでるぐらい、これからの季節だね。ちょっと横が跳ねるとか、あっちが跳ねるとかね。まあ、まあ、その時はその時で考えればいいんであってね。はい、コメント返ししながらね、アンジャム先生ね、 切断機ね。あの、工作の時使った切断機ね。あれ昔ね、家増築した時買ったんだよね。自分で増築して遊んだ時ね。結局はね、強度が出なかったね。風が吹くと壁が揺れちゃったりね。雨漏りしたりね。<laughs> <laughs> 何十年もさ、生きてるといろんなことやるからね。ま、あ工作は男はなりようね。もうやっぱり器用貧乏だからね、とにかくね、そういうガラクタがいっぱいあるね。うちね。ガラクタこそね、我が財産ね。だからあの、壁掛けのね、あの、 なんつうの観葉植物飾る木のやつもね。ま、あの、板は買ってこなきゃダメだったけどね。金具類はもうほんと落っこってるやつでね。例のあんなからね、ひっくり返してまたね。<laughs> あんなからまだ見っけてね、適当なやつをね。あと、物作るときね、とりあえず自分は試作で作っちゃうからね。もう見てくれよりも、とにかく一個形にして壁につ、つけたいっていうのもう出来上がりのクオリティとか、何とかっていうのはね。<laughs> あまり気にしないからね。 とにかく作ってね、くっつけてみてね、どうなるか。今回しょぼかったね。で、2個作ったから、あれね、真ん中につけたのがまた失敗だったね。あれ、2個つけるんだったら、こう、い、ね、段違いにつけるってうのうん、だからもう壁穴開けちゃったからね。 <laughs> なんかモチベーションだだ下がりあとはもう植木が育つのを待つだけ <laughs> ちょっとねあの葉っぱもしょぼかったねもうポトスみたいな大きいのねわしゃわしゃと入れればよかったけどねちょっとあのワイヤープランツかなんかが余ってたから入れたのがねまあ、あんなもんだねはい次、深川先生ねお久しぶりねうちの店にはポトスが多いんだよねあのやっぱり丈夫なのよ日に当てなくてもね十分育つしねでも朝日ぐらいは当たるけどね それ以外もうほとんど当たんない。奥に入ってるやつはもう本当にもう照明だけで生きてるって感じだよね。3店舗見て回っても売っていませんでした。ポトス売ってないっていうのも珍しいよね。うちの店もね、これから時期になるとね、まだ育たないけど6月になるともう伸びてくるポトスがね、もう切っても切ってもね、お客さんにくれまくるんだけどね、6月ぐらいになるとね。でもポトスもね、やっぱり売ってるのは綺麗だよね。で、ちょっと買おうと思うとすぐさ、 800円ぐらいすっかんね。まあ、でもこれからの時期ね、ポトスね、あの、どんどん売り出すと思うからね、じゃあ買ってね、で、長く伸びて、だらしなく伸びたらどんどん切ってね、水栽培で増やしていくといいよね。お店の中の植木はさ、なるべくカヌマ土使った方がいいかな。黄色っぽい土ね、白っぽいっていうか、やや黄色っぽい土かな。あの、綺麗なんだよ。 普通の土だとほんと泥だからね。その泥の上にね、カヌマ土を被せてしまう。そうすると見てくれがちょっと綺麗になるよね。あと店舗内にね、ディスプレイする鉢小鉢これはもうプラスチックな鉢はやめるべきね。もうプラスチックな鉢は貧乏くさいからね。これは本当によく注意してね。ダイソーで売ってる細い釘を3本クロスして打ち込むボード用の服。なんかっていうね、ホームセンターでもあるよね。あの3本クロスして打ち込むやつね、あれボードの壁だとね。 あのどうしてもネジ引かないからね。あの、棚類でも何でもね、あの植木の棚ね、ちょっと細長く高いのやったりしたらね、倒れると頭来ちゃあかんね。<laughs> しっかりな、ある程度しっかり止めておかないとね。<laughs> 仕事中に倒れるともうモチベーション下がるからね。疲れがね、余計疲れちゃうかんね。あの、小鉢のディスプレイってのは難しいよね。本当に大きい方が簡単かな。でっかくね。うちのあの、鏡で映ってるようにね。ああいう風にでかくしちゃうとね、楽なんだよね。 ただ置く場所っていう問題が出てくるからねから逆にうちなんかあそこに置いてある植木ねもうどかしたらねもう床はもう変色してるしね <laughs> もう掃除しても綺麗なにならなくなっちゃってるからねあの床が変色してねほんで寂しいし倉庫みたくなっちゃうしねほんと間抜けっていう感じでポトスはねもう増やすっていうのもうポトスは本当に増やさないとねもう買ってると切れないからね <laughs> うちも何十年か前かな 買ってね、どん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 増やしてきたんだよね。はい、春先生ね。大工職人さんね。<laughs> お疲れ様ですって。<laughs> 植物まだ寂しいね。ちょっとまだ早いんだよね。意外とあの、ポトスもさ、6月ぐらいになると元気出ないんだよね。で、6月ぐらいになるともうみんな坊主にしてね。んで、切ったやつ水栽培にするとどんどんつくんだけどね。ちょっとまだね。 <laughs> 外に生えてるアイビーね、切ってぶっ刺そうかなと思ったけど、なんか見てるとおっくなっちゃってね、いいな、適当に写真撮っちゃえつんで <laughs>、アンチスリップスプレーね、作業靴の裏に塗って、靴の裏に塗るっていう発想なかったね <laughs>、やっぱさ、作業靴ってさ、滑り止め効果でさ、 靴の裏側のさ、ゴムって柔らかめで削れやすいんじゃないのだからアンチスリップスプレーもゴムと一緒に削れちゃったじゃないけど。まあアンチスリップスプレーね、高いもんじゃないからね。まあ狭い面積だったらね。まあ吹いてね。うちのほんと玄関の階段にはちょっと効果あったね。であの、鉄板でよくさ、雨が降ると滑る鉄板あるじゃないあのなんかね。作業現場に置いてあるような鉄板アルミのしまとだったら角が立ってっけど。 鉄板のやつなんかあれかけたらどうなんだろうね。でもちょっと、なんかスプレーが激しそうな気すんね。鉄とスプレーの食いつきね。なよくでも掃除してからやるか <laughs>。鉄板磨いてからやればいいのか <laughs>。はい、お疲れ様でした。